ネットフリックスのこのドリームチーム的な作品を作る世界になってってるな。つまりはドリームチームということです。今日はアクリル板用意しますんで、ソーシャルディスタンスを。なんでそこだけなんですか？そこ一番話すの。近すぎるとソーシャルディスタンス。じゃあ自己紹介始めましょう。カノさんからどうぞ。カノです、アドミニストレーティブアシスタントをしております、主にネットフリックスのエグゼクティブをサポートする仕事をしております。リョータです。コンテントストラテジー&アナリシスという、コンテンツ戦略と分析を担当するチームにいます。コンテンツチームと並走して戦略作りと弊社いろんなデータを取れるので、そのデータ分析しながら市場の傾向を見たりして、次どういう作品にどれぐらいお金をかけるのかというところを、見ています。リラです。クリエイティブマーケティングっていう部署です。宣伝とかで使われるポスターとか予告編とか担当してます。カータです。コンテンツアクジション、クリエイティブを担当してます。主には作品のプロデュースを担当してます。よろしくお願いします。ケイコです。パブリシティです。作品紹介、取材、イベントなどを通してオンラインメディアや雑誌、テレビなどで、作品を紹介してもらう仕事をしています。さきです。プロダクションマネージメントの、プロダクションコーディネーターをやっております。主な仕事としては、リスペクトトレーニングであったりとかコロナ対策とか現場の皆さんをサポートすることを、仕事としています。母さんはどうして全裸監督を作ることにしたんですか？ありがとうございます。いい質問ですね。全世界ですごく興味のあるトピックってすごくやっぱ企画を作る上で重要で、そのジャパニーズポルノっていうものはもちろんすごく興味が広い範囲であったと。でもう一つは我々の中でまだ語られてないストーリーをどう探すかってことをやっぱすごく見つけていってるので、日本のそのポルノ業界の話っていうものがありそうでなかったっていうところがすごくやっぱ魅力的でしたよね。なのでじゃあそれをどういう視点でやるかって時に見つけたのがその全裸監督という一つの村西さんの視点での話だったと。何にも知らなかったので、その村西さんの本を見て、あ、こんな方がいたんだなと。で80年代から今に至るまでその日本のポルノ業界を作り上げていった人がいた。じゃあこの人の視点でやりましょうと。で、その中にさらに企画のレイヤーで考えると、そのジャンルがどこにはまるのかという時にアンチヒーローの、ジャンルに入って、でそれというのは我々のストリーミングでも非常に強いカテゴリーだったというところで、あ、これをやろうって決めた瞬間が企画を立ち上げた瞬間ですよね。ジャンルとか当たる要素はかなり盛り込んであった企画だったので、アンチヒーローのものは見られるであるとか、少しエッジの効いた少しじゃないかもですけどだいぶエッジが効いた部分はかなり刺さるっていうのはもう見えていたので、かなりそこ の今まで載せたパフォーマンスから見るとかなり高い確率で見られるんじゃないか。見られると思った？見られると思いました。だからそのジャンルでいうとブレイキングバードだったりとかナルコスだったりとかアンダーグラウンドのテーマですよね。そこにまさかの全裸監督をあてがったという。私まだ脚本初めて読んだのを覚えてます。まだロスに住んでてこっちに出張来る時で、飛行機で読み出してずっと止まんなくてバーって読んだんですよ。でその時にあ、こういう仕事できるんだって思った時がすごく嬉しくて、すごいもう本当にブワーって読みました。もう一人でニヤニヤしてて、なんかこんなの作れるのって思って。そっか、脚本段階で、はい、俺編集で毎日家で見るじゃないですか、はいはい、もうあえぎ声がリビングルームからすごいんで全裸監督でちょっと夫婦感がちょっと結構亀裂が入ってるんですか？大丈夫ですか？母さんチーム の太郎さんがよくオフィスに向けて画面を巨大スクリーンでずっとこうクリップを見てたんで、でもそうやってこう形になるフェーズがどんじわじわとできてるのは見えたのはすごい面白かったなと思います。クエスチョン2、全裸監督に制作やマーケティングなどに関わったメンバーとして印象に残ってることは？入社タイミングが全裸の直後だったんだっけ？そうですね、ちょうど入った時が直前だっけ？もう配信直前、もう配信直前でもう社内がバタバタしてて切磋琢磨してる先、見てる先がなんかこうみんな一緒なゴールがあるなっていうのをすごい入って一発目に感じて、もうどうそこの波に私も入っていくかみたいなっていう意味では、なんかすごい毎日パッションにあふれてる感じが
ありましたね。もう最後の方忙しすぎてこう溢れさせないともうなんか持たないみたいな。そうだよな。でもそんなやっぱり部署を我々それぞれ連携してやるんですけど、その部署をどちらかというと束ねるカノさんどうでした？そうですね、なんかまあ毎日毎日、まあ、皆さんもなんか忙しくされてて、各ファンクションいろんな方がもう関わってない人はいないじゃないですか、作品作りね、はい、みんな常にそのアドミン同士でも今中のチームはこうだよとかああだよとか言って情報共有をすごくして、どうやったらうまくチームをサポートできるかなっていうのをいつも考えていて、うん、作品作りにおいて今すぐディスカスチームで相談、みんな集まって相談しなきゃいけないきゃいけないっていう場面が結構やっぱりあるんですけど、今明日の午前中までに13人ぐらい集められるスロットを見つけて、みんなで緊急会議をあの設定してくれとか、クイックにがっつりミーティングしたいんで、そう緊急緊急がすごい多い本当緊急って大変ですよね。そうあれ本当助かる、もう何よりもそう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 、スロット見つけて会っちゃって喋った方が、やっぱり一番本当にネットフリックス入ったなって思ったのがあのこのポスター決めた時なんですけど、ネットフリックスっていつも言うのがインフォームドキャプテンって言って、うん、一人があの何かをリードしてる時はその人が意見を決めるっていうことが大切っていうのをずっと聞いてたんですよ、自分が入る前から。でこのポスター決める時にあのまあ社内で会議してた時にこれともう一つあって、でもう一つのは山田さんがスーツ姿のだったんですよ。でそれにするかこれにするかっていう話になってて、で結構意見が分かれて本当に半々ぐらいになってて、でその時にあの自分がそこでじゃあ誰がこれ決めるのって私が言ったんですよ。そしたらみんなが私の方を指してリラだよって言われて、あ本当にそうなんだって思って、でそのタイミングでやっぱり自分としてはこっちの方がクリエイティブだし、あのやっぱりインパクトがあるものが必要だと思ったんでこっちにしたいって言った時に、でそこで終わりっていうのが信じられなくて、他の会社だとやっぱ上になんか確認とかあるじゃないですか、それがネットフリックス本当ないんで、そこで決まったのが本当信じられなくて、あポスター決めちゃったっていう気分だったんですよ。なんか初めての作品のポスターここで決めちゃったっていうのがすごく印象的で、でも本当にやっぱなんか自分が聞いてたネットフリックスのカルチャーを本当になんか、まあ、経験したっていう思い出がやっぱあったんで、すごくそれは印象的です。入って何年何ヶ月目？それ入って4ヶ月5ヶ月とかでしたね。はい、もうすぐに全裸に入ってったっていう形だったんで、でもなんかそれもやっぱりネットフリックスだなって思ったのが、なんか新しいとか何年いたからこの人の意見が上とかがないじゃないですか、だからそういうのもすごくなんか他だとやっぱりこの人をネットフリックスすごい知ってるからこの人の意見を聞かなきゃいけないとかがあるけど、ネットフリックスはそういうの全然ないから、もう自分がこれがいいって思ったことをなんか信じ通せるっていうのはなんかいろんな意味でもなんか自分の自信になったなとも思うんですよ。なんかそこで意見を決めてみんながじゃあこれでやろうって言ってくれたのもすごく嬉しかったんで、反対してた人もこれでやろうって思ってくれたっていうのはやっぱりすごく自分でも忘れられないなって思います。稽古はどうですか？パブリシティとしてこれインパクトが強すぎてビジュアルとして良すぎるから、これを先に出しちゃうとパブリシティでその後出してもこれに勝てないと思った。あとは長期間宣伝する上で息切れがしちゃうと思った。なんでやっぱ宣伝ってこうだん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 配信に向けてこういう風になってって、マックスでスタートするときにやっぱり頭からこうだとそれを越すのかそれをキープするのって本当に大変だから、それで私は心配してこれじゃない方を出した方がいいっていうのがもう私と一番多分真逆の話なんで、でもとりあえずそれじゃあまあ決めましょう。で全裸監督の配信日の2ヶ月前に大きなラインナッププレゼンテーションのイベントっていうのをやることにしたんですよ。今後ネットフリックスローカルをちゃんとたくさん作品やってきます。でもそこで出した時大受けあれだけの大きなイベントやる時にやっぱりこの大きな他のものもあったんだけど、やっぱりこれをもう一回メインとして据えていこうっていうのが
長期間に耐えられるぐらいのこうインパクトのある結果クリエイティブでも、あの時結構やっぱりすぐっていうよりちゃんとディスカッションできたと思うんですよね。だからそれを経た上だから、もう私もそれはアグリーしたから、あとはもう出すものがあろうがなかろうがやれることやるみたいな、最後までみたいな、なんかそういう風になれるのもちゃんと話し合ったからっていうのはすごいあるかなっていう。なんか議論し尽くして、まあ、いろんな人の意見が出ると、そのどんだけ決める側としてもなんか決めやすくないですか？そうですね、なんか逆に他の意見がないとなんかみんなこのこと考えてないのって思っちゃう時があると思うんですよ。でもやっぱりネットフリックスの時ってなんか本当にみんな意見言ってくれるから、あ、これ考えてなかったなっていうことを聞いて、やっぱ意見を変える時もあるんで、そういう意味でもやっぱりみんなの意見が聞けて、なんか自信持ってこれにしますって言える部分もあると思うんで、議論が当たり前になってくると、うん、あんまりこうオフェンシブにならなくていいよね。本当にそうですね。本当に純粋に何か言ってくれてるなっていう気も持つし、うん、なんか自分がやったこともこう意固地にこれこれっていうよりはどう思うっていう聞き方をなんか初めからできるように、うん、結構今のメンバーだとなってきたかなっていうのはすごくいい。そうですね。うちの会社っていい意味でもうシンプルじゃないですか、はい、いい作品を作る、要はいい作品を見てもらうためにどうするかっていうところに、その会議全員でのその議論のポイントがあって、うん、まあ、それがゆえにその会議でもお互いにストレートに意見を言い合うことで後腐りなく、何でしょう、その場が終わるというか、その流れで全裸監督のそのコミュニケーション上なんかありました？そうですね、ローンチする前にセンシティブな内容だったりとかで、そこまでフルアクセルでやっていいものかみたいなところで、まあ、他の部署ともう本当に汚い形でのディスカッションはあったかなと。この作品が持つ意味合い、ジャパンマーケットとかうちの会社のこのオフィスにとって持つ意味合いっていうところが共有できたタイミングで、なんかやっとこうお互いを同じ目線で取り組んで、じゃあそこまでやるんだったらしっかりやりきってやりましょうっていうので、少しそのあった温度差というかギャップを埋めることはできたのかなと。そうだね、まあ、実際にね、本当全裸の場合って我々も売りたくても、まあ、いろんな制約もあったわけじゃないですか。公共広告出せませんとか、交通広告、公共広告は今でも、ね、ずっと無理だと。交通広告出せませんだったり、あと何かありましたっけ？全裸っていう言葉を NG とする媒体さんがいたり、ね、あとは例えば配信日が8月8日だったので、いいところの広告がお子さんが目にしちゃう場所とかが結構あったから、うん、普段は大丈夫でもやっぱ特に8月はダメとか、あとは24時より早い時間帯のテレビスポットはダメとか、うん、そういうのがものすごいあった。結構その制約があるんで、じゃあそのできないんで仕方ないですねっていう方向に多分普通であればもしかしたらなるのかもしれないんですけど、結構それをもう無理やり覆して、だったら何ができるのかみたいなのをもう一回掘り起こして、もともとあったプランを変えてでもできるところを最大限やりましょうみたいなところに会社全体としてなったっていうのは一つ成功の一因でもあるかなと思います。我々結構もう常に全速力で走る感じじゃないですか、うん、でもそのちゃんとね、途中ポイントでも通過点っていうものを常にセレブレートするじゃないですか。そこら辺カノさんどうですか？ね、パーティーを仕切っていただいたりとか、直接、ね、そう現場にと関わることはないんですけど、やっぱりチームがすごい一生懸命いろいろこうしたチャレンジがありながら頑張ってる様子とかも見てきたので、やっぱり社内でこうセンセーションな作品を盛り上げたいっていう気持ちがすごくやっぱり大きくて、カフェテリアエリアで社内の全員を集めてローンチパーティーを社内でやったのすごい思い出します。でシャンパンタワーを、そうだね、実際の撮影よりも立派なシャンパンタワーでしたね。それぐらいみんな、なんかこう期待感が大きいというか、やっぱりこれサラブレーションしたいっていう、お祝いしたいっていう気持ちが大きかったので、最後にお祝いできたのがすごい嬉しかったですね。日本で、まあ、5年ぐらいっていうので、やっぱ自分がやったことが何かにつながってるっていうのがすごく感じられる会社だと思うんですよ。だからそういう意味でも、まあ、全裸配信の時もなんかみんなでやったねっていうところをやっぱ祝うっていうのはすごく大切だったと思うし、やっぱそれでなんかみんなにご苦労様って言える時間があるとか、
そこでみんなで一緒に、まあ、なんか一杯飲めるとかそういうのもやっぱり必要だなってすごく思いました、うん、あとなんか一つの作品に対する愛情が皆さんやっぱりすごいし、うん、そういうのがすごい伝わってきますね、はい、クエスチョン3 作品を世の中に送り出してからの学びは、じゃあ恵子私はあ、じゃあ例えばさっき、リラの言ったそのインフォームドキャプテン、リラが決定権があるっていうところで、私はネットフリックスに入る前に映画の配給会社で宣伝するっていう経験しかなかった、うん、なんでそのタイムラインでおそらく考えて心配をしてた、うん、でもやっぱりあのこの会社はもちろんサービスも違うしタイムラインも違うしっていうので、やっぱりやってみて、あ、こういうやり方というかタイムラインの考え方を変えることもあっても全然いいんだっていうのを実体験できたの、うん、なのであの作品に応じてパターン通りにやる必要ないなっていうのはすごく学べた。あの私の中で一番好きなカルチャー あのフレーズとしては、あのハイリーアラインドルーズリーカップルドっていうのがあって、それ何がすごいかってざっくり言うと、こうガッとみんなで集まって相談会議を持つけれども、そこで決まったらみんな離れてそれぞれ任された任務を全うしていくっていうところがあって、なんか今まで自分のこう経験してきた会社社会人人生って常に誰かにこう何かを委ねてる感じがあって、自分が何か責任持って進むってあんまりなかったんで、そういったことをなんか全員でやってるっていうのがまさにこれぞスタニングカリーグのいるもう素晴らしい仲間の集まりなんだなっていうのをすごい実感しました。リスクを取るっていうのは大切だなっていうのはすごく思いましたね。なんかあの、まあ、ポスターのこともそうだし作品もそうだし、やっぱりなんかあの、まあ、最初の、まあ、ガッて入った作品として、そういう意味でもやっぱリスクを取ったじゃないですか、みんないろんな意味で、うん、でもその大切さっていうのをすごく感じて、ですごくやっぱネットフリックス入った時にあのよく聞いてたのが、なんかリスクを取ってなかったらあの前に進んでないみたいなことをよく言われたんですよ、うん、そこ同感ですね。だからそれを会社としてもその組織的にも委ねてくれるじゃないですか、うん、そこをその最大限リスペクトして、それがなぜ必要なのかってことをまあ説明した上で、じゃあやってみなっていう環境がやっぱあるので、そこはすごくやりがいありますよね、後悔がないから、ね、うんうん、やってみなって言ってくれるっていうのがすごく嬉しいっていうか、うん、だからその分特に全裸監督のタイトルって非常にリスクがある一方で、僕たち、ね、今の話もそうだけどすごくコミュニケーションもした上で万全の、そこに後悔のなくベストな決断をして臨んでるので、まあ、その分やっぱりやりがいというかあの後悔もなくできたんだろうなと思いますね。結構みんなそれぞれ動いてるもののみんなで走ってるんで、まあ、いろんなところに軌道修正の余地があったりとか、あの少しアライメント取ったりとか、なんかあの走りながらいろいろ良くしていくっていう中で、まあ、自分の役割に閉じずにチームを飛び越えてあの影響を及ぼせるように、まあ、なれる環境が整ってるん でそれをあのしっかりやるチャンスがあったっていうのはあの一つ大きな成長というか学びだったかなとは思います。全裸監督のあの経験っていろんな作品にも反映できるじゃないですか。要はあそこまで振り切ってるのってなかなかないので、そのいわゆる我々の中での一番 その事例ができたというか、なのでそこら辺はすごくありがたいですよね。そこで一回みんなで走り切れたっていうのがあるんで、はい、次もっともっとやりやすくというか、うん、そのなんかもうこの人はこっちに走ってんだなっていうのが分かってる上で自分もいろいろできるんで、どんどんやりやすくなってた。きっと前より遠慮なく、ちょっとなんかさっき亮太が言ったみたいにずれてんなとか、もしちょっと微調整必要だなって言ったら声もかけやすくなってる気がするんだよね、うん、だから我々人数がやっぱ少ないチームであるがゆえに、まあ、特に全裸監督が作品通すとそれぞれのみんなの性格も全部わかるじゃないですか、うん、だからなんかそのワンチームでいうと例えばサッカーだとすると
パス出しがより上手くなるというか、あ、稽古ならここら辺まで走るだろうなみたいな、このここら辺でパスをするみたいな。結構出すんだよね。そうそうそう。でたまにあの涼太とかキラーパスね、ノールックパスが出してる、ね、ノールックパスやりそう。そうそう、ノールックパスが出るんだけど、でもお互いにそれ信頼してるんで、あうんの呼吸だ、ここにちゃんと出してきたなって言って、お互いのね、その仕事のゴールをちゃんと決めていくっていうのが、なんかネットフリックスのこのドリームチーム的な、流れな気がしますね。どうすか、常にそこをあのゴールキーパーとしてちゃんと、はい、受け止められるように声がしてる。前の会社とかだとチームっていうよりもなんかファミリーってよく言ったんですよ、うん、でネットフリックスはファミリーじゃなくてチームっていうのを聞いてて、私ずっとバレーボールやってたんで、あのチームワークの大切さとかはすごくいつも思ってたんで、チームでやってるなっていうのは感じるんで、なんかこの人がこれやってるからこのパスにつながるとか、みんなでやるからあの、まあ、ゴールは同じっていうのはやっぱ感じるっていうのは、うん、すごく、まあまあね、あの全裸だと特に感じられたかなっていうのは、でやっぱチームとしてもこれ一度やったからあのシーズン2に向けてもっと強くなれるっていうか、うん、そういう意味ではあの本当にチームワークが、うん、うまくなってドリームチームになっていってるなって思います。チームっていうまず概念があるからこそ、フィードバックとかも、はいはい、なんかこう言われたり言ったりするのも、うん、これはもう多分会社にとって一番これがいいんだろうって思ったら、どんな上の人でもどんな車歴が長い人でも、私今こう思いましたってこう返せる、こういったなんかオープンな会社ってすごいやっぱりドリームチームじゃないとできないなって日々感じてます。勝さんの学び、ありがとうございます、聞いていただいて、はい、いや、いっぱいあって、でも一つはやっぱ作品目線で言うと、やっぱすごく熱量の高い作品ですよね。あのこういうふうに作品の熱量っていうのは絵にあの反映していくんだなっていうところ、僕が一番学んだというか、それはやっぱネットフリックスのクリエイティブというか、そのプロデュースの、あの進め方ってすごく特徴的というか、やっぱりキャストの皆さんもそうだし、脚本の方、監督も含めてかなり近い距離で話すわけですよね。でそれでお互いにこういうビジョンでこういうものを作るんだっていうところで話して、まあ、一つのその熱量というかチームで動いていくものっていうのが、こういう形であの跳ね返るんだなっていうのは一番学べたところですね。まあ、それはあの作品のチームの話ですし、まあ、社内で言えばやっぱりリラの言う通り、リスクをこれだけ取っていいっていう環境を与えられるからこそ、ああいう企画というかああいう発想が生まれるというところは本当にネットフリックスならではだったなと思います、はい、なのでよりアグレッシブに攻めていきたいと思いますけど、はい、飽くなき挑戦でいいものを作っていきたいなってやっぱ思いますし、あのそういった環境を常に挑戦できる環境を我々がいかに提供できるかっていうところが鍵な気がします。つまりはドリームチームということです。